目覚めよう。はい、どうもこんばんは、カズチャンネルのカズです。皆さん、髪の毛大切にしますか？いや、今回の商品はですね、主に女性向けになるのかな。男でね、なんかレビューとかちゃんとね、こういったやつやってるの見たことねえんだけど、やっぱりですね、男にとってもドライヤーは大切。そんでね、今現在はもうこれ何年 ?5 年ぐらいかな。結構ね、これ美容室でも使われてるモデルだったんだよね、前はね、これ。まあ、これはこれで気に入っております。ただね、そうですよ。あんなん出されちゃったらさ、立っちゃうじゃん。そんなわけで、テレーンと、開けちゃいましょう。目覚めよう。はい、というわけで、ダイソンさん、やってまいりました。いや、もうダイソンつったらね、もう完全にね、はい、掃除機なイメージでございますよね。まあ、今回のやつはですね、確か掃除機のうんたらを、技術を使って、まあ、とにかくね、風量がすごいと。そんでね、なんか、若干アップルっぽいよな。っていうか、価格自体もアップルっぽいよね。ただ、値段だけ言うとね、確かね、5万円近く?まあまあ立派なんですよ。まあっていうか立派だよね。さあさあ、開けましょう。一緒に皆さん見ていきましょう。さて、こちら開けてみますと、いや、結構これね、グッズが多いんですよ。まずこちらが本体ですね。かわいいよな。もうこれ皆さん重々ねご承知でございますよね。あ、なんか髪ペラペラついてんな、これ。あー、気持ちいいわー、これ。この剥がすのがね、私大好きなんですよ。よいしょ。ほんでね、結構謎いグッズいっぱい入ってるんですけども、まあいろいろね、見ていきましょうか。ちなみに今回のやつはね、確かマグネットって聞いた。あ、マグネットだね。マグネットで、おー、気持ちいい。だから先端ノズルを変えるのもね、簡単っていうことでございます。こっちの方がちょっと細いから風量強くなる傾向にあるのかな。な、この一番強いやつにしよう。ほんでこれはね、ダイソン置く場所かな。これは見なかったことにしよう。これはどうでもいいや。まだ落ち着け。びっくりしたー、なんか電源は、俺入れちゃってたのかな、俺。あ、なるほど。本当にこれ、掃除機に音似てるわ。なんかダイソン独特のちょっと高いし、なんだろう、モスキートンっていうのかな。でも聞いてわかるように、掃除機なんかよりかは、よっぽど静かですね。ほんで、こちらですね、ここで、温度?ここ3段階で温度が変えられるようになっていて、ほんでこっちが風量ですね。あ、なるほどね。あ、なるほど。ほんでここが、空冷モードになるのかな。これ面白いのがね、ここほら、ここフィルターなんだってさ、なんか掃除しやすいよね、これね。まあ、そんでね、みんなが一番ね、なんじゃこれっていうのがね、これ。いやー、これね、まあゲームのなんかボールドマーカーにね、似てるよね。あ、でも分かんないか。分かんないらいいや。これですね、何に使うのかというと、まあ、結構さ、男も女も巻くじゃん。これね。いや、いや、嫁さんのとかじゃなくて、これ俺のだから。うん。これ何のかというと、まあ、こう熱通してさ、こうやって、ここでスーってやって、まっすぐにしたり、あとはね、こう、巻いたりだよね。まあ、その時にさ、まあ、巻いて、そっからですね、冷やすことで、その持ちがね、良くなる。そういう時にですね、これらしいんですよ。今、ちょっと髪の長さ足りる。ま、どうでもいいよね。まあ、ちょっと昔、仕事の関係で、個人的に、こういったやつね、持ってるだけなんだけども、まあ、女子はさ、なんか巻いた後に、まあ、冷やして、まあ、うにゃうにゃってするらしいんだけど、その時にさ、これ髪の毛をさ、置くらしいんだよ、こうやって。ちょっと、僕の髪置ききれないんだけど。いやー、だから女子がレビューばっかしてんのか。男じゃちょっと使い、ね。あー、なるほどね。風の当たり方が優しい。全然何のレビューにはなってんわ。まあね、茶番はもうここで終了ですよ。まあとにかくですね、今回のこちらの有名なのが風量でございます。まあちょっとね、みんな持ってるやつとも種類が違うから一概に言えないんだけども、試してみるとね、どうだろう。うん、まあいつも通りだよね。あー、強い気はする。うん、なんか乱れてるでしょ、ほら。と、わかんないよな。というわけで、てねーんと、はい、どっちが先にですね、ゴミ袋いっぱいにできるのか勝負していきましょう。っていうか、ちゃんと空気たまんのかな、これ。いや、非常にね、わかりやすい企画だとは思うんだけどね、これね。ちゃんとたまんの、お前。おー、いけるわ。では、セッティング頑張ります。
よし。はい、今ですね、下ガム手でくっつけて、ここだけちょっと空洞を作りました。ほんでこれをですね、この先っちょで縛る。よし。さあ、おためですね、準備ができたところで、多分これ空気がね、いっぱいになった途端ポンと外れるぐらいだと思います。ではね、早速いきましょう。あー、ダメ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 だよ。よーし、ではね、お互い参りましょう。こっちがダイソン、こっちが普通。せーの、ほい。おーっとっとっと、あーと、取れないお互い。さあ、分かったこれ今の。もう一回いきますよ。全然違うから膨らむ速度、これで見ると分かるか。せーの、ほい。はい、もう一杯。早いね。まあまあ早ければいいってもんでもないけどね。はい、とまあですね、こんな感じだったんですけども、どうだったのかな今回のね。まあとにかくですね、まあ私の環境下だと、まあ風量強くて、あとですね、やっぱりですね、この乾かす速度、まだ実際っていうか私単発だからね、あの長髪の人に比べて差が出にくいとは思うんですけども、またそちらについてはですね、まあしばらく使ってっていうか嫁さんからちょっと意見聞いてみたいなと思います。ほんでですね、重量的なもんもね、もちろん機種によって違うんだけど、まあまあ普通のドライヤーって感じだよね。ただですね、普通のドライヤー同様、ドライヤーのケーブルってね、結構太くて重いんですよ。こっちはね、あんまり、変わらない感じでございます。ただ今回ね、使ってみていいなと思ったら、風量はもちろんなんですけども、ここ短いのね、やっぱいいよね。だってそうだ、こっちさ、ほら、ちょ長いじゃん。邪魔じゃん。でもこっちね、ヘッドね、こんな感じだからね、ちょっとが、コンパクトに収納できるといった感じでございます。ただですね、やっぱりね、見てみると、お値段はね、まあまあいい感じにはなっておりますので、まあそこら辺はですね、まあご自分でお考えください。以上ですね、ダイソンのドライヤーでございました。